皆さんこんにちは、尾崎美希です。初挑戦だと思いますが、もうめっちゃ可愛い服があったので、今日は GU で買った春夏、に使える5着紹介しようと思います。それでは動画スタート。1着目なんですけど、そう、すでに着てるんですけど、このピンクのストライプのシャツになります。可愛い。なんかストライプのシャツが本当に今年はたくさん着たいなと思って、前回もユニクロで水色のストライプのシャツご紹介したと思うんですけど、今回は GU にこの可愛いピンクのストライプちゃんを見つけたので購入しました。今日はこんな感じで白のボトム、ワイドパンツを合わせてるんですけど、なんかデニムとかでも可愛いと思うし、普通にブラックのワイドパンツとかも可愛いなと思って、結構何でも相性良さそうなカラーになります。中に白 T 着ても可愛い、キャミとか感じ、レイヤードもすごいおすすめです。なんかピンクのシャツ着てみたいけど、それトライしたことない人とか、プチプラでぜひチャレンジしてみてほしいなと思います。M にしたんですけど、まあ、丈はこんな感じ、まあシャツとしてはちょいお尻隠れぐらいで、まあなんかいい感じにこうインすれば可愛いですね、はい、春っぽカラーです2着目です。2着目はすごいなんかデイリー使いできそうだなと思って、デイリー使いすごい何にでも合いそうだなと思って黒のワンピを買いました。身長的に170なので M サイズ買ったんですけど、こんな丈感です。なんかこれはリブニットの素材になってるのかな、なんかそんなにゴワゴワしなくて普通に着心地もいい素材です。これなんか結構何色かあったんだけど、ブラックが一番使いやすそうだなと思ってブラックにしました。夏はこれ1枚でワンピとして普通に着ても可愛いし、今の時期だと白のシャツとか羽織ったりしても可愛いなと思います。結構何でも合いそうだし、本当に楽ちんワンピなので、なんかプチプラでこれめっちゃ可愛いな、可愛いよねあ、そう、タイトすぎなくていい感じだし、普通に高見えするよね。これこういうワンピチャレンジしたことない方とかもぜひプチプラで GU で試してみるのめっちゃいいなと思いました。かわいい。170で M で身ぐらいだから、もうちょっと身長低かったら足首かな、ぐらいの丈かなと思います。かわいい、はい、買ってよかったはい、3つ目なんですけど、ちょっとこれは短すぎたかもしれない。私には M サイズを買ったんですけど、あ、実はこれです。このデニムワンピなんですけど、ここまではいいじゃないですかあ、中はフリルのブラウス合わせました。このデニムワンピのちょっと丈感は割とめちゃミニ、ここにお尻があるから、あ、ちょっと短いね。ちょっと短いかもしれない、ちょっと短いね。なんか L、そもそも身長に合ってないのかな。 L とかっても多分そんな長くなんなくない。そうです、だよね、いつものミキさんの服装からすると短いなって、だいぶミニだいぶミニちゃんでした。可愛いんですけど、めちゃくちゃ低身長の方とか100、あと65ぐらいとかの身長だったらいけそう。ちょっと170の高身長には短いかもなって感じ。今日はフリルシャツにしてるんですけど、 T シャツとかレイヤードしてもキャミとか可愛いし、でこのルックはめっちゃ好きですちょっとサイズが残念、あ、丈か丈がめっちゃ残念ですけど、まあこういう時もある、ね、上半身可愛いですね上半身可愛いよね、すごい可愛いはい、4つ目です。4つ目はパンツになります。これも M サイズだっけ、 L だっけ。全部 M です。 M、 全部 M サイズ買いました。ちょっとクロップド丈で合わせてみました。ハイウエストなので、なんかめちゃ軽めの、あ、とにかく着心地はめちゃくちゃいいです。でなんかこれ部屋着でも着たいぐらいだし、飛行機とか乗るのにも良さそうだし、あ、確かに、そう、めちゃくちゃワンマイルウェアとしても使える。丈感はちょっと変なスリッパ履いてんだけど感じで、すごい
足首まであって、足長効果がすごくない？うん、ハイウエストだから、すごい。そうっていう感じのこのパンツになります。今日はそのハイウエストなので、ちょっとお腹チラ見せのクロップドにしたんですけど、何が合うかな。上パーカーとかでも可愛いかも。ゆるっとね、ゆるっとも可愛いし、なんかこれにキャップとかスニーカーとか可愛い。さっきなんて言ったっけ、韓国みたい韓国のコーデとかにありそうな感じになりました。え、本当に着心地が良くてすごい自由本当に気持ちいい。これヘビロテしそうです。今日白 T にしてるんですけど、黒 T とかボーダーとかでも可愛いねと思います。ちなみにこれはザラの去年買ったクロップド丈のトップスです。めっちゃ使い回せて良い。はい、って感じで4点目がパンツでした最後5つ目になります。5つ目はアメスリのタンクになります。私アメスリ大好きで、去年もアメスリのワンプとかタンクトップいくつか集めたんですけど、今回は GU でめっちゃ良かった。9や9、ほんと1000円足りてるすごい、まさかの990円ということで超プチプラ。今日はハイウエストのザラのデニムに合わせてます。トーカミとこの変なスリッパがポイントL でも良かったかもな。私もうちょっと掛け合っても良かったかもしれないけど、着痩せして見えてめっちゃいいです、可愛い。で今日はデニムなんですけど、あのさっき履いたさ黒の、そうパンツも絶対合うよね、はい、で合うし、なんかスカートもロングスカートとかも可愛いかな。990円なので、あのアメスリタンクチャレンジしてみたい方、絶対GUでちょっとゲットしてみてください。超おすすめ。夏は本当に暑いのでこれ1枚あれば生きていける。なんか白はちょっと透けやすいかもしれないから、中のあの下着のインナーの色だけ気をつけた方が良さそうですが、めっちゃ可愛い。はい、ということで5点目でした。今日は GU 初挑戦、人生でって感じで、あの5つアイテムご紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。なんかめっちゃ可愛いね、普通にめっちゃ可愛いし、もう驚きの価格に990円にびっくりだったので普通ベーシックに使えるアイテムすごいいっぱいあったので、あの今日モノトーン系私割と多く紹介してるんですけど、結構カラーもねいろいろあるアイテムが多かったので、皆さんぜひチェックしてみてください。今日の動画も参考になれば嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。